こんにちは、未来です。無事酒をやめずに45日間で痩せることができました。73.33 ぐらいから今朝測ったら 60.2 だったんで、だいたい12キロぐらい落ちました。なんで46日ぶりかの大好きなエビスを飲みたいです。やば、超うまそう。じゃあいただきます。苦っ。うまいけど久しぶりに飲むと苦いな、ビールって。いやーでも幸せです、本当に。で、一応今日解放デーっていうか達成したんで、どうしてもずっと食べたかったものを買いに行ったんだけど、まずお寿司。もう減量中はお寿司がずっと食べたくて買ってきたのはいいんだけど、あとうなぎはね、ちょっとまだ大黒っていううなぎ屋さんがやってなくて、すき家で買ってきたんだけど、ニンニクの芽とうなぎゅうダブルニンニク、なんか超うまそうだから。で、見てたら食べたくなっちゃって、ニンニク牛丼、これもうまそうで買っちゃって。で、デザートでケーキ、絶対こんな食べれないけどね、まあ今日だけ食べていいかなと。もう太るのは嫌だから、さすがに節制します。マジで幸せですね。米ってうまいんだなって実感しますね、これは。普通にこれも46日ぶりなんで、45日間で痩せるにあたってストレッチと筋トレをちょっと初めて取り入れてみたんだけど、ストレッチが本当に最初分かりづらいんだけど、続けていくと自分のどこが硬いかとかがすぐ分かるようになって、で、なんか多分有名な人みたいな、この辺の女の人の10分トレーニングっていうのを毎日、練習前と寝る前とかお風呂上がりにやってて、これだいぶおすすめですね。本当にこれで代謝良くなったなって実感できたんで、マリナ・タッケワキっていう人、ちょっとこれ概要欄に貼っておくんで、おすすめですね。おすすめって言ってももう759万も回ってるから、まあ全然俺がおすすめしなくても知ってるわって感じだと思うんだけど、まあそれでなんかうちの美代子さんからダイエット成功祝い
した時用に ってなんか貼っといてくれたみたいで、まあ、成功してよかったけどね。うわっ、でかっ、うわでかっ、うわこれ超でかい。ありがとう、初めて美代子に感謝するわ。超可愛いんですけど。よいしょ。超嬉しい。買ってもらっちゃいました。全然お料理でかいわ。おお、これは嬉しいわ。はい。というわけで。ダイエットは終わったんですけど、まあ、もう太らないように気をつけて生活していくのと、まあ、これからはまたただ酒飲むおっさんの日常に戻りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。